ローソンです。ここからねスタートして、このね牛の置物を桜牛神社というところに返しに行こうと思います。
ティダメージ。さんを返しに来ました。これはね、人に預けたものなので持って帰るということはない。今である人を守ってきた牛でしょう。はい、ここに返します。またこの牛も誰かの願いを叶えてくれることでしょう。はい、ということで、牛神社。ね、すごいよね。こうやって映像で見るよりも迫力があります。